皆さんどうもこんにちは、忍者ラララダイダラです。さて今回の動画は忍びスピナーの使い方動画です。先日のね、公開した最強武器ランキングバトロワ編っていうやつ公開したんですけど、その中でねキルムーブ部門の第1位がこの忍びスピナーっていう風に僕は紹介したんですけど、まあそのね、どんな風にやるのかなっていう動画となります。さて忍びスピナーの性能をね改めて確認してみましょうか。多分俺出したことないんだよね、忍びスピナーの使い方動画って。はい、これですね。ガムネットとか、忍者トルネードとか、まあ めちゃくちゃ強いガムネットですね。そして忍者トルネードってめちゃくちゃバトルでは強いね、ガム忍術を持ってるだけあって、まあやっぱ切る特化のね、性能は揃ってます。で、スペシャルはヨーヨーリープ、ワープするやつで、まあこのヨーヨーリープが結構使い方難しいんですよね。はい。あと、一応覚えておいた方がいいのがね、ワープ攻撃を発動すると、ガムシュートのクールタイムが短くなるっていうアビリティと、大武器時には、インサイドループ、ワープ攻撃で敵を倒すことにライフが回復するっていうね、ものがあるので、ちょっとこれ覚えておくといいかもしれません。はい。で、おすすめの忍びカードですよね。前回の動画でも紹介したんですけど、ガムダッシュインパクト、そしてクイックリスポーン、横取りハイエナ、うつせみ変化マスターです。で、この横取りハイエナがね、この大武器にした、ネット、を当てると、大ガムシュートネットを当てると一発バインドするんですけど、中武器の時にね、なんとか、ね、一本コンボしやすくなるってことで採用してます。別にね、この横取りハイエナじゃなくて、別のでもよくて、おすすめは、最近は緊急バーストが個人的にはおすすめかなと思います。初動の事故がね、これで減りますので、ね、ぜひともなんか、初動事故死が多い方は、こっちも採用してみてください。はい、じゃあまず基本性能から紹介していきたいと思いまーす。ね、まあ、忍びスピナーはヨーヨーだけあって結構、ね、遠距離から攻撃が届きます。ノーマルアタックがこんな風に遠距離から敵にチクーって攻撃する技です。ね、ノーマルアタック出し切りだと、おっと、当たらんかったな。3発目が結構当たりにくいって評判なんですよね。1,2,3,4 っていう感じでこんな攻撃です。まあ、ノーマルアタック出し切りってそんなに使わないんですけどね。まあ、一応知識として。そしてね、バックアタックがね、これ結構強いんですよね。バックアタックーって、相手にこっちに来るなーって攻撃なんですけど、まあ、これやられたらうざい。相当うざいです。まあ、やっつける性能的には結構、ね、厳しいんですけど、まあ、途中で当てるのね、やめてネット当てたりとか、そういうこともできるのでね、まあ、使い勝手はいいバックアタックかなと思います。かなり相手にね、グイーンってくっついていくんですよ、バックアタック。まあ、こんな風に CPU がね、二段ジャンプしてるんですけど、こんなやつがいたら、ぐーんとね、もうジャンプしてる相手のね、おーって、なんか今挙動見た、ヨーヨーの。ね、結構ね、こんな風にぐわーって向いていってくれるんですよね。いる方に向かって。なのでね、当たりやすい、引っ掛けやすいっていうのが結構特徴です。そしてワイドアタック。おらーってね、ヨーヨーをね、まとって攻撃するんですけど、手にヨーヨー持ってないの分かりますか？そう、ワイドアタック打つとヨーヨーここに置いてきちゃうんですよね。ね、この状態でもう一回攻撃ボタンを押すとヨーヨーが帰ってきます。あともう一個ね、この状態で、ブレイクボタンを押すとね、ヨーヨーが戻ってくるんですけど、遅く戻ってきます。これもちょっと覚えておきましょう。さあ、基本的な、の通常攻撃は今みたいな感じです。ガムネットはね、まあ普通にね、強いやつで、当てるともう結構バインドしやすくて、今のが中武器のガムネット、最初から使えるやつなんですけど、中ガムシュートってよく言うやつですね。で、大武器にできるね、ガム、忍びなしが8以上から大きなガムシュートが打てるようになるんですけど、大きなガムシュートはね、当てると一発バインドです。なんでね、それがね、このガムネットの魅力。で、やっぱ一本ね、マスターを狙える武器としての一番ね、強いガムシュートかなと思います。で、ちなみになんですけど、ちょっとね、紹介するの忘れてたんですけど、ノーマルダック一発威力40です。40、40、40、60ですね。180かな。で、ブレイク攻撃が一発20なので、これでちょうど倒せる感じかな。まあ、こんな風にはドローンは割らないんですけど、後でドローン早割りをお教えします。で、バックアタック。バックアタックはね、これ1、2、3、4、5、6回当たってるんですけど、一発の威力が24です。144のダメージですね。ドーン、ドーンって。で、次、ワイドダック。ワイドダックが一発目威力65でーす。ほい。さあ次、ヨーヨーリープ行きましょうか。さあ、ヨーヨーリープ。ね、Y ボタンスペシャルなんですけど、これがね、使い勝手よくわかんないって人いると思うんですけど、まあ、要はね、ヨーヨー押しますね、Y ボタン。Y ボタンを押して、ヨーヨーを相手のところに飛ばします。で、もう一回この状態でね、Y ボタンを押すと、そこにワープして攻撃するってものですね。ヨーヨーリープのね、ヨーヨー射出。まあ、ヨーヨー投げるやつなんですけど、一発の威力これ35で、ワープ攻撃が110ですね。結構威力高いですね、110の威力があるので。
で、ヨーヨーリープなんですけど、これ使い方覚えておきたいのが、ヨーヨーリープ投げた後に、Y ボタンを押すとワープするんですけど、ここで攻撃ボタンを押すと、あの、ワイドアタックと同じように戻ってきます。ね。なので、よく、昔はね、こうやって、投げて戻して、投げて戻してみたいな感じのコンボがあったんですけど、すぐね、ダウン値がマックスになって、ダウン値っていう、なんかまあ、要はコンボリミットみたいなやつなんですけど、で、途中でコンボできなくなっちゃうんですよね。なのでね、これ、投げて戻して、投げて戻してっていうのは、ちょっと使わないようにしましょう。で、ちなみになんですけど、ヨーヨーリープのね、このヨーヨー残しとくって方法、ワイドボタンに残すんですけど、あそこ残ってるじゃないですか。この状態で Y ボタンを押しても、そこにワープします。まあ、これも覚えておきましょう。まあ、ヨーヨー離れてたらそこにワープするっていうのが、ヨーヨーリープ。このスペシャルのやり方だと思ってください。で、一応ちょっと補足として、この Y ボタンのヨーヨーリープのね、攻撃一発35で通常攻撃戻してダメージ40なんですけど、で通常攻あのリープ35でここブレイク戻しすると一発威力これ50なんですよね。通常戻しよりもブレイク戻しの方がスピード遅いんですけど威力が10高いってこともちょっと豆知識として覚えておくとおもろいです。後でこれ使います。はい。で最後にね、忍者トルネード一発威力240ですので、ね、敵倒しながら歌舞伎ドローも取れるっていう最強のバトロワではマジで強いです。はい。じゃあ次ドローンのね割り方について見ていきましょうか。まずこれ中武器クラフトからいきたいと思います。いきますよ。ジャンプしてバックアタック、ヒットジャンプブレイク戻し。いいですか。ちょっと今の分かりづらいですね。めちゃくちゃゆっくりやりましょうか。ね、ちょっとまず理論的に言うと、ジャンプしてバックアタックをして5ヒットさせます。これ6ヒットするんですけど、5ヒットした状態で Y ボタンでヨーヨーリープを出します。で、出したらジャンプしてブレイク戻しします。ね。いいですか。つまるところ、24のダメージが5ヒット。で、120。で、ヨーヨーリープの射出で35。そこからブレイク戻しで50。これで205なんですよね。いきますよ。1、2、3、4、5。で、リープ、ブレイク戻し。こんな感じですね。これで205です。ね、結構早いです割るのは。もう一回いきますよ。1,2,3,4,5 からのリープブレイク戻し、こんな感じですね。これが205ですので早いと思います。で、ね、ブレイク戻しやね結構苦手だって人はもう最悪6ヒットまで当てましょう。でリープ投げで通常攻撃戻しでもいいと思います。まあどっちでもいいと思います。まあ5ヒットからのブレイク戻しの方がコンマ少しですけど、まあ、少し早いってだけですので。さあ大武器ですね。大武器の時はね、もうバックアタックから5ヒットからのリープ通常攻撃戻しでいいです。ね、5ヒットの状態で Y をして、ジャンプキャンセルもしくは回避してから攻撃ボタンを押して戻すって感じですね。よし、まあ、意外とね戻るの早いので使い勝手いいと思います。さあ次、歌舞伎ドローンですね。歌舞伎ドローンはね、もうぶっちゃけ、バックアタック2回でいいですね。ね、これで大丈夫です。バックアタック5ヒットかける2でいいと思います。1,2,3,4,5。1,2,3,4,5。バックアタックをして5ヒットするのを確認したら、もう一回バックアタック入力しながら攻撃ボタンを押すだけです。ジャンプキャンセルもいらないです。もう普通に早いよね、歌舞伎ドローンはあるのも。まあ、ドローン割り性能ね、そんな悪くないなっていうのをちょっと忍びスピナー改めて使ってみて感じたって感想です。はい。じゃあ次です。豆知識編ですね。まず敵がね、Sバースト吐いたら攻撃入れちゃうと相殺が発生しちゃうんですけど、このヨーヨーに関して相殺が発生しない方法があります。それがね、あれですね、ヨーヨーリープの戻しですね。リープして、Sバー吐かれても、こうやって攻撃を戻しても、この攻撃はね、リープが無効なんですよね。Sバースト無効なんですよね。なのでね、もし敵の体力がめちゃくちゃミリの時は最後はね、もうこの戻し、ね。リープの戻しで締めてもいいかもしれないですね。一発の威力がね、ブレイク戻しだったら50だったり、ノーマル戻してもね十分に威力あるので、これね結構減りますよね、よく見たらこうやってね。なんでこの場合がいいこともあるので、これもちょっと覚えておくとね、Sバー無効だから強気にやってもいいかもしれないです。ただしダウン値が高いのでね、そこだけは改めて注意しましょう。さて次ですね、こんな風にヨーヨー、ドローンをね、挟んで対面になることってあると思うんですけど、その時って、こんな風に悠長にドローンダダダダって壊してる暇ないじゃないですか。その時はね、相手にロックオンをして、この状態でバックアタック入れましょう。そしたらドローン越しに相手に攻撃できるっていうめちゃくちゃ嫌がらせができます。これマジで強いです、このヨーヨーを使ってる上で。ね。まあそれであとは適当にね、ドローンを壊してね、
で、あとはまた追撃して戦うっていうのがいいと思います。はい、では次コンボいきたいと思いますね。一本を取るためのコンボ、これマジで大事です。覚えておきましょう。まあ簡単です。一発攻撃当てたら勝ちです。いいですか。一発攻撃当てたらそのままガムネットを当ててね、バインドしてる相手をノーマルアタック3回殴ってからリープ投げるとかですね。体力が多い相手とかには攻撃当ててネット当てた後に一発当てた後にジャンプキャンセル挟んでまた攻撃3回当ててからリープワープみたいな感じで締めていくといいと思います。途中にねジャンプキャンセルとかを挟んで、ノーマルアタックのね4発目出し切ってねダウンさせないようにだけ注意させたらいいかなっていう感じですね。さて、指導はね今みたいにねノーマルアタックから一発目からでもいいんですけど、ヨーヨーリープのね一発目これでもいいです。リープ射程が長いし早いのでね、さあこの状態で2、3からのリープドーンって感じですね。これ強いわまあ要はこんな風にな投げるじゃないですか。で S バー吐かれたとしてもこんな風に戻した時にねダメージが入るので結構ね、もう無理ですね。相手をネットの中に相手引きずり込んで倒すので、リープ指導もねやっぱ結構強いです。あとはもうバックアタックでもいいです。バックアタック一発当たってるの確認したらネットを当てていくっていうね感じかな。ほい、まあねこの一発ヒット確認してからネットを当てる、まあ全部はねネットを当てるって技術がこのね、忍びスピナーの使い方すべてだと思います。ガムネットインパクトを当ててから今みたいな感じで飛ばして、失敗したちょっと体力一発殴り損ねたね。まあでも今みたいにねガムネットインパクト当ててからネットを直当て、もしくはガムネットインパクト当ててからノーマルアタック一発当ててからこんな風にね攻撃当てていくっていうのがいいと思います。おお、まあ、あとはねちょっとこの辺り最後のコンボあたりはねちょっと慣れですのでちょっとしっかり練習しましょう。俺もちょっとまだ連動が足りん。そして相手がねちょっと注意しなきゃいけないのが、中吹きの時はね一発当てたと S バーストが入ってきてちょっと、ね、バインドするまでね待ってから攻撃した方が良かったりするんですよね。ちょっと注意だけしましょう。ちょ今みたいに、ね、ちょっとすり抜けることもあります。浮いて、まあ、ですがね、大武器クラフトの時は安心してよくてね、ガムネットマックスまで膨らませてから攻撃すると、なんでだ今のもう一回いきますね。攻撃してガムネットマックスまで膨らませてシュートを打つとね、しっかりバインドするのでね、一発バインドするので大丈夫です今なんで総裁発生したんだ。一発当ててからガムシュート、バインドしてるけどなんか総裁になってんだこいつこれトレーニングモードのバグかな今ね。普段バインドしたらね S バースト発動しないので大丈夫です。一発当ててシュート、これですね。今度は大丈夫だと。よし、まあ、全てはねガムネットを当てる技術ですので、ガムネットを当てれるように頑張りましょう。当てづらいなって方はねコントローラージャイロ設定にするといいと思います。僕コントローラージャイロにしてるのでね、こんな風にね、細かくコントローラー動かすことができます。さあ実際ね戦闘でじゃあ使ってみましょうか。ただちょっとごめんなさい、今回戦闘なんですけど、私実はこのヨーヨーまだ練習中の身ですのでそんな得意ではありませんので、ちょっとね自分のチームメイト、忍者らのねちょっとチームメイト、チームランとかやる時のチームメイトの方に取ってきてもらいました。でそれを見ながら解説していきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、それでは、見ていきましょうか。で、僕のチームメイト、クレンさんって方がね取ってきてくれた動画となります。忍びスピナーで大量に1本取ってきてというね無茶ぶりしてきたのでどれぐらい取ってきてくれるのか楽しみですね。いきましょうか。さあまずね初動ですね、ここに、ヨーヨーリープで、ドローンのところにねヨーヨー置きましたね今。あれはね、なんだろう、ここのねドローンの位置に不利な武器が敵がいるかどうか確認ですね。なんか相性が悪い敵とかがいたらリープでワープして逃げてね別のドローンにワープするっていう作戦です。なかなかテクイですね。さあ次ですね、ここおっと、さあここ最速割りでドローンを取っていく。さあ相手をね引っ掛けて倒すのはいいんですけど、まず最初はやっぱだいぶ気にしてからのが強いのでね。お、さあ一発当ててリープ戻しからのネット、さあ抜けられましたね。ここは知らないです。さあここでドローンです、来ました。ドローン対面で敵にね BA を当ててますね、バックアタック。その後 BA でしっかりドローンを取っていく。さあもう少しでだいぶ気できますね。だいぶ気してからがまあ基本本番みたいなとこあるのでね。おっと、さあネットにカス当たりしてしまう。よいしょ。さあとりあえずワイドで無理やり取ろうとしたけどね食らいましたね。
さて今この状況きついですね、忍びスピナーこうなるとね。えさあトルネード来た。乱戦士にはねやっぱ忍者トルネードをバッと打っとくだけで強いので。さあ次ここ一発当てて、さてしっかりとバインド取っていく。いいね。お仕置きブレードはね、忍びファースト総裁吐けないのでね、あの今みたいに強気に殴っていいです。さあここもしっかり最速割りしたかったんですけど、後ろしっかり見てほい。今ブレイク戻しじゃなくてノーマル戻しちゃったんですけどね。おお。さあここもどうなるかな。ネットさあネット当てて直当てネット、やっぱ強いね。さあノーマルアタック3回からのねリープアタックしっかりやっつけれる。さあここからね強いですね。さあガム、おっとガムダッシュインパクトからのネットちょっと失敗しましたね。さあ総裁で勝ってちょっとすげえデュレイかけて敵を倒す。今のワープせずにね、戻しでやっつけましたね。体力管理ができてたら今みたいにね早割りできるので、ワープするとスペシャルのね消費しちゃうんですけど、ワープしなくて戻したらねスペシャルゲージ使用しないのでそこ強いですね。さて一本取って一発殴って、いや逃げられましたねここは。さあトルネードいいね。トルネードの一本の力がほんと高いわ。さあ次お殴って戻してバインドして一本しっかり取る。今のまた戻しましたねここで。さあ今のうまいね、戻す時のリープのやつをね、あえて自分側に寄せた、当てな敵に当てないで引いたことによってダウン値の調整もできてるのかなと思います。さあガムダッシュインパクトからのネット今のバカうまいなさあ攻撃してからワープ一本量産してますね。いいですね。さあここも相手がドローンに夢中なので一発殴ってからの一本。いやこれやっぱ忍びスピナーこの一発殴ったら一本マジ強いよな。さあ武器を作ってリープ投げるが戻してガムダッシュインパクトからの攻撃、一本にはならず KO。 めっちゃ一本取ってるね今この時点で。さあガムダッシュインパクトだけどね、しっかりとガードからのねディスコ吐かれたけど特に終わらず当たらず最終的には10本。めっちゃ取ったなはい、ということで結果です。いや忍びスピナードやっぱ出てるね、ほんと強さがバカ強かったわ。はい、というわけで今の動画見ていただきましたがいかがでしたか。バッチクソうまかったですね今の見るとやっぱちょっと忍びスピナーって強え武器だなーって改めて思っちゃうね。空振ったとしてもね、今みたいにねちょっとデュレイかけていけばいいとかそういったコンボとかねしっかり使われていたのと、やっぱ適応体力がミリの時にねこうやってしっかりとねリープモードして敵を KO を取ったりとか、そういったのがねやっぱ細かいテクニックがねやっぱ本職って感じしましたね。さあいかがでしたか。とりあえずねこのバトルロイヤルとかでね1本たくさん取って敵倒したいって人にはね結構かなりねおすすめの武器です。ただねやっぱガムダッシュインパクトからのねネットの攻撃だったりとかね、こういったちょっと状況判断力が結構いる武器かなと思います。今空振っちゃったけど結構ね使い勝手はね難しい武器だと思いますので、ぜひともね皆さん練習してみて大量に1本取って1本マスター狙ってみてください。それでは終わりましょうか。個人的にはバトルワで忍びスピナーがいるとマジでしんどいので、逆に使いで増えると普通にしんどいんですけど、でもこれでね忍者ら一本倒しまくってね楽しくなってくれたら僕は嬉しいので、皆さんいっぱい使っていっぱい楽しくなっちゃってくださいそれではね、ぜひとも参考になったよって方はぜひとも高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また忍者らの動画出していきますのでよろしく。それではまたね、おつぽよ、バイバイ。